ガチンコは、大相撲やプロレスにおける、真剣勝負を意味する因語である。同義語は、ガチ、シュート、セメント、ピストル。反対語は、八尾町、大相撲においては、注射、プロレスにおいては、ケーフェイ、ワークなどと呼ばれる。シューティングサイン近代において、相撲はスポーツであり、本場所での取り組みは全て真剣勝負、つまりガチンコであることが建前上は、当然とみなされている。 これに対して、地方巡業などの本場所以外での花相撲では相手が鎮光を取らず、無気力相撲とも取れる取り組みや地元出身力士に花を持たせるような取り組みがたびたび行われている。これは、花相撲が工業的な側面が強いイベントであり、勝敗も番付けに影響しないこと、相撲がもともと過酷な格闘技であること、などの理由がある。昭和前期の大関な鎧はには、 花相撲で部屋の横綱である双葉山に勝って師匠に怒られたという逸話がある。1920年代にエドルイスラがトラストと呼ばれるプロレスラーの組合を結成して以降、プロレスはブックと呼ばれる事前の打ち合わせに基づいて試合が行われるようになった。しかしながら選手間の人間関係の悪化などの理由により、しばしばその打ち合わせを無視して試合が進行する場合がある。 このような試合をガチンコやシュートと呼ぶ。このイン語の発祥の地であるアメリカでは、リング内の真剣勝負のみならず、リング外でのストーリー破りも、シュートと呼んでいる。また、レスラーは試合をファンによる乱入により妨害された場合には、乱入者に容赦ない攻撃を加えることがあるが、アメリカではこれも、シュートと呼ばれる。日本では、リング内はガチンコ、リング外はシュートと呼んでいたが、 リング内での真剣勝負も、シュートと呼ばれる機会が増えている。ガチンコが誘発される人間関係の悪化の要因は様々である。古くから存在する要因としては、金銭トラブルなど当事者のプロレスラー同士に、プライベートでの直接の縁婚関係があった。事例、プロレス団体が事前に設定したアングルやブックに、当事者のプロレスラーのどちらかでも納得しない。 ママ強引にマッチメイクが行われてしまったことが、遠因となっている事例が挙げられる。日本では、メジャー団体経験者に、ローカルインディー団体や学生プロレス出身者が挑む、ケースなど、試合を行うプロレスラーの実力差が極端に、大きい場合、強者の側が単純な制裁目的で弱者側に、一方的な攻撃を加え続ける、しょっぱい試合に限りなく近いガチンコのほか、 弱者側が練習不足などの要因により難易度の高いプロレス技を危険な角度で決めてしまったり打撃技をダメージの大きな当て方で当ててしまった場合に強者側が逆上することで全く突発的にガチンコンが始まってしまう場合もある。近年ではブログや SNS 等における弱者側のプロレスラーによる日頃の発言や態度が原因となり 強者側による制裁じみたガチンコが発生する事例も散見される。ガチンコは実際にストリートファイトのような潰し合いが始まってしまった試合だけでなく明らかにブックにのっとっている進行とは思えないような異常な展開をたどった試合に対しても不穏試合といった名称で認定されることも少なくない。シューターに分類されるプロレスラーが絡む試合の場合、 相手の実力を試すなどの目的により、シューターの任意の判断で意図的にガチンコンが仕掛けられる場合もある。また、プロレス工業を企画するプロモーターは、自身との間に何らかの意向を抱えたプロレスラーを制裁する目的や、実力が未知数のプロレスラーを試す目的で、こうしたシューターを用いたマッチメイクを行うことがある。シュートは、選手の格やマッチメーカーによって、 試合の勝敗をあらかじめ決めることなく、両者の実力によって決着をつける意図しても使用されることがあり、佐山聡氏が創設した総合格闘技であるシュート及び立ち技格闘技のシュートボクシングの由来となっている。女子プロレス終わらない夢、全日本女子プロレス元会長、松永隆によると、全女の試合は基本的にシュートで行われていた。また、デビルマサミも、 キャミプロ146号市場においてタイトル戦はシュートだったと語っている。プロレスにおける実力主義についてはストロングスタイルも参照。ただし、シュートという概念はそれ自体がアングルとして用いられることもあり、上記の試合についてそのような見方をする人も少なくない。このアングルをあたかもシュートであるかのように見せる手法は海外では ワークドシュートと呼ばれストーリーを盛り上げる演出としてポピュラーなものの一つである。ありがとうございます。